さあ皆さん、バナナが揃ったということで。てかさ、こん刹那。うわ。ね、なんか俺ら風景画とか。何それ刹那。開幕。はい。ジェシーの横に国語辞典置いといてあげて。じゃあ北斗が大丈夫。はい。え、マジで。じゃあマジでさ、茶化さない。何も言わないから。ファンの間で。おお。振りすぎたよ。これ正直だな。前聞いてた。話そうだな。あの通り通りピッ。お前だな。じゃあこっち。いやこいつは隠してるけどここからの上がる。上がる。すごいな。聞いた？あそこやつ最後。一番名前もあるのさ、すごいな。写真撮ってストーリーあげたい。もっと足固まるよ。ガチッと固まる。そう、ガンガン固まる。ガチッと固まる。さあ、足ここ。乗っけて。すごい。以上、ストーンズでした。これで止めるの？パンチや。オリバカ。クマ慎太郎くん、あ、うれしいね、何？もしクマに襲われそうになった時、どうしますか？走って逃げます。じゃあ…え処理しないの？はい。自身なんでアルプス行きまんじゃんってやってんの？コーチやってる。つまり吉木さんソロってことでしょ、ここ今。そうだよ。静岡ツアーはここまでということで、ここからトークブームに入っていくから。トークブームがあって、あー、くしゅった。なんか、でも、じゃあ、記者ごっこでもするんだ。それね、俺らも行こう。すごい。ございます。この1曲のためにギター持ってきてくれました。ありがとうね。ギターストーンズかで、ちょっと楽しめたらなと思うんですけども、単純に入れて美味しく味わうのはやめてくれって。すげえ北斗が楽しそうなんだけど。北斗があんな楽しそうなんだもんな。来てよかったですね。みんな、いい？あみんな、行っていい？あいいよ。じゃ、行ってきます。はい、じゃあ、ジェシー、行きます。カオスだよ。いやー、べーよ。何の動きだよ。釣り竿、釣り竿、切ってあげて、切ってあげて、やってるから静かにして。なんて、これでもね、ちょっとこれ始まる前ちょっと気使ったんです。みんなこうトイレ行ったじゃないですか。行ったね、おのおので、コーチがこっち座ったんです。で、これやばいんじゃない、やばいんじゃないと思って、わざと俺トイレにも行ったし、めっちゃ気使わせてる。隣になんとかしないにしないとなって思ったけど、なんか意外にそんなだった。なんか俺の気使い損じゃん。もうじゃない。上からやるのか。兄ちゃん、やったことない回が出てるじゃん。やってみたい、やってみたい、やってみたい、やってみたい。いや、受けた受けた。これもしよ、これですか。さっきちょっと
ょっと大きめのサイズだったんだよね。確かに。その名の通り台湾で栽培されている品種です。味が濃厚で果肉が詰まっているバナナとなっております。なるほどなるほど。バナナですね。バナナの味付けは甘く柔らかい果肉というのが特徴的です。これ大きいよね。はい、バナップルはですね2012年、結構最近ですね、2012年から販売開始された比較的新しい品種のバナナとなっております。リンゴのような酸味があるのが特徴らしいです。ヒントも出ちゃってるよ。酸味出ちゃってる。ちょっと酸味感じたもんね。ラニーバナナです。ラストうわ、え、めっちゃ濃い。どうなんだろう。はい、ラニーバナナの特徴としてはですね、手のひらサイズのバナナで、これは料理に使われることが多いバナナらしいですよ。はい、皆さん、お前ら分かる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 。いや、まあ、本当にチョコソースだね。いや、分かる分かる分かるから大丈夫。お前、外したらちょっとこの辺の取り出せ。ありがとう。おお、おれおれおれ。いやーいいよいいよ。今の締めで。ああ、いいね。そっちの4人の会話が面白くて。